おい、琴乃、気づけば夜じゃねえか。どういうことだ。いや、本当になんか気づいたら夜になってんな。さあ、そういったところで今日も熱盛やっていきたいわけなんだが、まあ、タイムトラベルしてるので6月1日になってますね。まあ、それはスルーしておいてください。はい、華麗にスルーお願いいたします。で、今日もですね、熱盛の動画を撮っていきたいわけなんですけど、今日はですね、皆さんにご相談したい事項がございます。いや、結構重要ですよ。まあ、どういう内容かっていうと、まあ、いろいろね、話していきたい内容があるんですけど、まずですね、去年の11月に大型アップデートが入りましたよね。で、それプラス、このあつ森っていうね、すんばらしいゲームも、いよいよ3年目迎えたっていうことで、まあ、逆に言うとですね、一通り、あらゆる要素が追加されてしまったわけですよ。まあ、直近で言うと、まあ、キッスハトノスであったりとか、それこそカッペイであったりとか、カッペイリストラにあったのかってずっと言われていましたが、結局ね、やってきましたね。カッペイおめでとうございます。まあそういったね、話はさておき、まあ逆に言うとね、一通りの要素が追加されてしまったっていうことで、まあ困ってるんですよ。まあ多分これって自分だけじゃなくて、みんな困ってると思うんだけどさ、これからどういう方向で動画を進めていけばいいかっていうのがさ、ちょっと困っていて、じゃあ皆さんご意見いただけませんかね。いや結構さ、迷ってるというか困っていて、ぜひね、優しい方はコメントいただけると幸いですね。どういった方向で動画を進めていけばいいんだろうね。特にあつ森、めちゃくちゃ困るな。やっぱりその新しい要素とかが追加されてしまったわけだから、まあネタというかさ、何をね、コンセプトに動画を撮っていったらいいんだろうなっていうところで、島整備に関してはね、ちょうど2年前ぐらいかな、2年前ぐらい生放送で進めていて、まあ一通りですね、島も作り終わってしまったわけなんで、まあぶっちゃけた話やることがないんですよ。やることがなくてさ、どうしようかなっていうところ、あーじゃあサブ島やれやーってか、あのサブ島どこ行ったんだよみたいな話かもしれませんが、そうサブ島ね放置してるからな、まあそっちをやるっていうのもありなんだけどさ、だんだんやることがなくなってきたな。だから最近ね、ちょっといろいろ困ってる状況ではあるんで、もし何かアイデアであったりとか、あとリクエストがあればコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。おいクリスチーヌ助けてくれ、どうしたらいいんだ俺は。チークってさ、学生ニートちゃんの好きな本が何か知ってる？学生ニートはな、学生ニートだから漫画しか読まねえんだ、申し訳ねえな。あ、やっぱ知ってるんだ。そうだよね、チークと学生ニートちゃんって仲良しだもんね。まあ同一人物だからな、それは当たり前だろう。同一人物なんだから当たり前に決まってんじゃねえか。お互いリスペクト、どういうことや。本人同士がリスペクトしてるのかよくわかんねえけど。ただまあ、熱盛も発売してから、なんだかんだ言って2年ぐらいが過ぎ去ったわけで、まあ、早いですね。もう3年目だからね。やっぱり、このゲーム2年以上やってきて思ったこととしましては、やはりその、クリエイトゲーですよね。マイクラほどではないんですよ。やっぱりね、クリエイトゲーっていうことで、まあ、島整備してなんぼっていうところがあるので、やっぱりそこですよね。最近思ったこととしましては。ただね、島整備をするにあたって問題点がございまして、マイクラと違ってさ、例えばその複数さ、セーブデータを保有することができないし、で、複数の島を作ることができないっていうのが厳しいわけよ。まあこれに関してはね、絶対俺ダウンロードコンテンツでやってくると思っていたわ。いやみんなも思ってたでしょ。絶対ダウンロードコンテンツで来るだろうみたいな。まあちょっと値段が張るかもしれないけど、さすがにやってくるんじゃないかって思っていたと思うんですよ。ただ蓋を開けてみると、どうやらね、来なさそうな感じがしますよね。まあ一応ですね、まあ別荘島っていう言い方は若干語弊があるんだけど、ハピバルは追加されたので、まあそれはそれで良きではあるんですが、ただね、なんだろう、自分の想像していたものと違って、例えばまあドウモリプラス、まあドウモリプラスってどれぐらいの人が覚えてるかわかんないんだけどさ、まあ厳密にはドウモリ E プラスっていうゲームが昔あったんだけど、であのゲームさ、別荘が作れたんすよ。で別荘っていうのはそのハピバラみたいな感じではなくて、ガチで整備とかもできる、まあ、別荘なわけよ。で、まあそういったものが作れたので、まあ今作でもダウンロードコンテンツとかでやってくるんじゃないかって思っていたんですが、結局やってこなかったわ。ちょっとそこが残念ですね。まあせめてね、なんかそういったミニ島みたいなのでもいいから追加されたら嬉しかったんだけどさ、ちょっとそこが残念でござるよ。
ただ、さすがにね、やってくると思っていたけどね、やってこないんだっていう。まあやっぱり大人の事情っていうのも絡んでるかね。なあ、ネッシー、おめえはどう思うよ。けどやっぱり、任天堂側としては任天堂スイッチを売りたいわけで。で、複数の島を作るには、任天堂スイッチをもう一台買わないといけないっていうね。まあ相当ハードルが高い状況ではあるんで。まあさすがに、任天堂スイッチそんな2台、3台、4台、5台、6台っていらねえからな。一家に1台ゲームハードじゃなくて、一家に5台ゲームハードみたいになってるからね。っていうか、これさ、兄弟とかいる人ってどうしてんだろうね。あれなのかな、任天堂スイッチを自分専用のやつを持っていたりとか、ないしはその家族保有のものも持ってるけど、ただ自分専用のものを持ってるみたいな感じなんかな。多分そういった人が多いよね。特にあつ森とかであれば。まあスマブラであったりとかスプラとかであれば、まあデータ分けることができるんだけどさ、あつ森できねえからな。ちょっとどうにかしてほしいよな、これ。ただまあ最初の頃はですね、まあそういった制限がかかってるのは仕方ないと思っていたけどさ。けど、2年以上過ぎ去ってこれってありえんのか。まあ、マイクラみたいに複数の島が作れたら様々なテーマの島を作ったりとかで、まあかなり汎用性だったりとか夢が広がるんですが、まあそれができねえからな。ちょっとそこがね、唯一の課題だなと思いました。もしかすると任天堂さんが神対応してくれて、まあ半年後とかにそういった機能を実装してくれる可能性がワンチャンありますが、ただ今の今までそういった機能が追加されてないから難しいだろうな。ノージョック、実はちょうど君のことを考えていたところさ、最近どうしているのかなって。そうだな、俺は悩んでるんだ。ふふふ、不思議だね。久しぶりに君の顔を見たらなんだかホッとしたよ。俺はホットレモン飲んでるわ。皆さん、ホットレモンって飲んだことありますか？最近さ、自分で作るジュース、いやジュースなのかホットレモンって。最近ね、自分で作るドリンクにハマっておりまして、まあ例えばホットレモンだけじゃないんだけどさ、アイスティーであったりとかさ、ティーオレであったりとかさ、そういったのにハマってるわ。なんかいいよね、自分で味の濃さとか調整できるからさ、あれいいなと思いました。ちなみにカルピスは僕はね、かなり濃いめで飲んでます。カルピスであったりとかティーオレとかか、めちゃくちゃ濃く飲んでるからね。ただ自分で調整できてかつ濃くできるっていうのがいいよね。なあバンタム、あん社畜じゃねえか。おめえのその間抜けだつらふざけんなよお前。確かに間抜けだけどさ、久しぶりに見た気がするな。相変わらずそうで安心したぜ。そして俺バンタムの家さ、変えてあげたんだけど、皆さんどう思いますか？これ。いいでしょう。よくね。あ！これ撤去し忘れていた。こんなものがこんなところにあったとは、四角にあったとはね、思わなかったわ。まあいや、とりあえずね、こういった感じになっていて、まあかなりおしゃれな作りになっております。どうですか、これ。そして、ゴミ箱が中央にあるわけなんだが、これさ、実はね、捨てることできるんだよ。面白くね？そのペール、俺の部屋に馴染んでると思わないか？いや、馴染んでるよ。雑貨なんてもんは何でもいいと思ってたけど、いや、雑貨じゃねえぞ、これ。ただのゴミ箱だ。やっぱ、合う、合わないっていうのがあるんだな。意外な発見だったぜ。まあ、意外な発見ではあるけどね。で、これをね、A ボタンを押して、何を捨てようかなっていうことで、これ捨てることできるんだよな。すごくね？住民の家にゴミ箱だけ送ってどういうことや。ただちょっと捨てるものがないから、あ、木製のバケツこれいらねえな。ちょっと捨てちゃおうか。これ捨てることできるよね。あ、捨てることできたわ。普通に捨てることできましたね。何を捨てようかな。これさ、捨てたものってどこに飛ばされるんだっけ？あれなんか案内所のボックスあるじゃないですか。あそこに吸い込まれるんだっけ？どうだっけな。まあいいや。いやーけどね、本当にあつ森も厳しいよね。まあどういったコンセプトで撮ってったらいいかわからなくてさ、どうしようかなって日々悩んでるわけよ。それなんだよな。例えば、モンスターハンターであったりとかポケモンってさ、まあなんとなくイメージつくじゃん。なんとなくイメージつくけどさ、あとスプラトゥーンとかさ、けどあつ森ってめっちゃ難しいんだよな。なあ、ちゃちゃまる。どうするよ。まあアニメでもやるか、俺と一緒に。コントでもやるか。アニメか。けど、アニメってゲーム実況じゃないよな。そもそも。そもそもゲーム実況じゃないからさ、なんかちょっと違うんだよな。だから俺アニメとかドラマとかやりたくないんだよね。まあ、ゲーム実況とかゲーム解説が好きだからさ、俺実況と解説しかしない主義者だから、申し訳ねえな。なあ、ちゃちゃまる。お、チークじゃないか。ちくわじゃねえぞ。チークだぞ。間違えるんじゃねえぞ。お前、しばらく見ないうちに特に変わってないな。特に変わってないんかい。まあ、そんなすぐに変わらないよな。日々のトレーニングで着る T シャツは、オイラの戦友みたいなもんさ。戦友。なんかかっこいいな。
その戦友をオイラが何を見て選んでるかわかるかな、ちーくん。デザイン、着心地、通気性、これね、実は心理テストになっていて、何を選ぶかによって心理がわかるらしいわ。じゃあここは通気性で選んでいきましょうか。通気性。お前なんかスポーツやってただろう。ま、普通はそう答えるよな。いや、普通はそう答えねえだろ。おかしいだろ。大体デザインとかじゃないの。大体そのね、デザインから入る人って多いと思うんですよ。例えばさ、服屋に行きます。で、服がかっこいいから購入しますっていう人が多いと思うんですよね。まあ確かに機能性っていうところも重要なんだけど、なかなか機能性っていうところ着眼点する人いないでしょ。お、この服めちゃくちゃ機能いいじゃねえか。おし、これにしたみたいな、そういう選び方してる人ってあんまりいないと思うんですよ。例えば可愛いであったりとか、かっこいいであったりとか、まあそういった観点から見てる人が多いんじゃないの。でもオイラにとって通気性は二の次さ。そうなんだ。あえて小さめの服を着て、汗で透けた変態やな。筋肉は筋トレの証さ。いや、証かどうかわからないけどな。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょう。けどまああれですよね、まあ厚盛りもちょこちょこまあ変化はあるっちゃあるんだけど、まあさっきも言った通り3年目だからな、同じことを3回繰り返すなかなか難しいからね。まあちょっと悩んでる今日この頃でござる。まあざっくばらんにね、コメント欄に書き込んでいただければと思います。ただ落書き帳みたいにね、全く関係ないことは書き込まないでください。はい。例えばさ、スプラトゥーンやろうぜーとか、マイクラやろうぜーとかたまにあるからな。はい。まあそういったところでございます。まあ他は何書いていただいてもいいので、はい、まあ、そういった感じでございます。ということでお疲れ様でした。いやー、けど熱盛はね、まあ俺の中の青春だわ。うん。お疲れ様でした。バイバイ。最後にチャンネル登録をよろしくお願いします。